源の常は平安時代初期の苦行、佐賀天皇の御子、神は正二、位、左大臣、増将一くらい、東三条左大臣とも呼ばれる。公認五年に兄の信、広氏と共に、現長お店を賜もの組みされ親戚降下する。純奈町の天長五年広氏と同時に、無意から十四人下に直除され、常は兵部教に任ぜられる。 天朝7年再び、広氏と同時に、少女されて、14位長上となるが、翌天朝8年正月に3回昇進して、13位に助せられ、佐賀源氏兄弟の中で、いち早く苦行に列。同年7月に新が、3位に任せられて苦行に加わるが、翌天朝9年常げは21歳の若さで3位を、経ずに中納言に昇進し、その後は、佐賀源氏の筆頭閣として、 戦闘を切って、順調に昇進していく。天朝十年、人名天皇の即位に伴って肖像くらいに、除せられると、上は四年左この絵大将、上は五年大納言に任せられ、二十歳大半ばにして、左大臣、藤原を継ぐと、右大臣、藤原三種に次いで、大上官の第三位の席次まで登る。上は七年右大臣、藤原三種の皇居により、 常がその公認として、右大臣権東宮風となる。この年に発行された、各十一通の内下半を占める六通で、常が上京を務め、一条であった左大臣、藤原おつぐをしのいで、実質的な筆頭苦業としての職責を果たしている。上は八年十二。上は九年、上はの変が発生し、常貞親新能が皇太子を廃されるとともに、 多数の東愚傍観人が処罰されるが、東愚、風の常はなを逃れ、さらには信仰大使、道安信王の東愚風,風に任ぜられている。昭は10年には、官務長末から長きに渡り苦行に列していた、左大臣、藤原おつぐが没し、常は32歳にして、大上官の主犯に立ち、その後10年に余りに渡ってその地位を占め、兄弟の信、ただし、広氏と共に、 佐賀源氏として、朝廷の一大政治勢力を成した。この間の上は十一年左大臣に昇進している。また、人氏明朝では、上は七年に完成した日本語記の編纂にも携わった。下唱三年、文徳天皇の即位後に、正二位に除せられた。治四年六月十三日皇居。去年四十三、最終官位は、左大臣正二位。 没後、小一くらいの理解を送られた。素行が落ち着いていて、物事に動じず、風神のように、清掃としているとして、他の巫女と比べて、父、佐賀天皇から特に寵愛されたという。身のこなしが優雅で、言論も穏やかであった。人材を見抜くのに優れ、才能の死を、推移し、残念のとを遠ざけ、上昇の器と評された。監視作品が、 渓谷集に再録されているほか、歌人としても、ここは歌集にその栄画を載せる。中気のないものは、六国史による。尊悲文脈による。常の隕石関係は明らかでないが、長瀬寺霊元気において、藤原武志ともの孫娘との隕石関係を伝える、説話があるほか、聖母のいい高氏を介しての藤原三種との関係に対する指摘もある。ありがとうございます。